うすらトンカチ。ナルト、私の一生のお願い、サスケくんを、サスケくんを連れ戻して。もうきっとサスケくんを止めることができるのはナルト、あんただけ。サスケ。なんだその情けねえ声は。なんで、なんでだよサスケ。なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。たとえ誰であろうと指図される義理はね。俺はオロチマルのところへ行く。あいつは、オロチマルはお前の体を入れ物として欲しがってる。戻ってこられねえかもしんねえ。そんなところにみすみすお前を行かせられっか。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。できやしねえってばよ。お前は力ずくでも連れ戻す。俺の邪魔をするのか。だったら仕方ねえよな。消すつもりでやった。もう俺ってばお前にとって仲間でも何でもねえのかよ。俺たちは口にこそ出さなくても友達だって思ってたのによ。だけどそう思っていたのは俺の方だけかもしんねえ。だとしたら俺はすっげえ達成じゃねえかよサスケ。けどそれでもなんでかわからねえけど俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。これだナルト、このやつがなんだ。一体何なんだ。友達だ。だからお前をオロチマルなんかにはやらねえって言ってんだ。なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を
動開始。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ナルト、俺は遅かったか、間に合わなくてすまなかったな。お前のことだ。必死だったんだろう。